家6人が鶴橋で惨殺された未解決事件、ヒンターカイフェック事件。1922年3月31日にドイツのバイエルン州ヒンターカイフェックで一家5人と使用人1人の計6人が殺害された。事件発生の日、何が起こったかは目撃情報がないため正確には分かっていない。グルーバー夫妻とその娘ビクトリア、ビクトリアの7歳の長女4人は何らかの方法で農場の納屋に呼び出され、そこで鶴橋によって殺害された。その後犯人は母屋に侵入し、母の寝室で寝ていた長男を、使用人部屋で使用人マリアをそれぞれ殺害した。犯行の 2,3 日前、一家は怪しい足跡を発見したことを近所の住民に話している。足跡は雪の上で見つかり、近くの森から何者かが農場までやってきた跡はあったが、農場から戻っていった形跡はなかったという。さらに屋根裏で足音を聞いたり、見慣れない新聞紙が農場に落ちているのを見つけたとも語っていた。事件の6ヶ月前、使用人の女性が仕事を辞めて去っていった。理由は農場が何かに取り憑かれているからというものであった。このため事件の犠牲者となった使用人マリアが新たな使用人として農場にやってきたが、彼女が農場に着いたのは事件当日で、まさに殺害される数時間前のことであった。検視の結果、長女は襲撃後数時間は生存していたことが明らかになった。彼女は納屋の藁の上で祖母や母の遺体の傍らに横たわっていたが、自分の髪の毛を自ら乱暴に引き抜いた形跡があった。この事件は未だ未解決である。遺体を細切れのミンチ状にしていった隅田川細切れ殺人事件。1934年6月14日、隅田川で男性の左手首が発見される。鑑識の結果、被害者は60歳の男性であることが判明。夫婦ともに行方がわからなくなっていた。行方がわからなくなった後、親戚を名乗る若い男性が借金の型にすると夫婦の家財道具を持ち去った。似顔絵から犯人は23歳、K という男であることがわかり、緊急逮捕される。被害者夫婦はおでんの屋台をやっていた。夫婦はホラ吹きじいさん、はてなばあさんと呼ばれていたという。ホラ吹きじいさんは周囲に大金が入るなどのホラーを日常的に話し、はてなばあさんは首がいつも傾いていたからなのだという。おでん屋に客として来ていた23歳 K はホラ吹きじいさんの嘘を信じ、お酒を振る舞うといい夫婦の家に行き、たらふく酒を飲ませ、二人が寝てしまってから、斧で夫婦を惨殺した。それから、包丁を使って体を細かく刻んだ。途中で刃物の切れ味が悪くなり、新しい包丁に買い替えながら、14時間かけて、二人の被害者の遺体を細切れミンチ状にしていった。しかし、刃を変えたことで、手首までミンチにすることを忘れてしまい、そこから指紋が出て、逮捕されてしまうのである。もちろん夫婦の家に大金などあるはずがなかった。ホラ吹きじいさん、ホラーを吹かなければ。子供の首が母親の腹部に挿入されていた。明治39年8月、27歳女性と0歳の長男、家事を手伝っていた17歳の女性の遺体が発見される。27歳の妻と17歳の女性の腹が切り裂かれ、切断した長男の首が母親である女性の腹部に挿入されている。その1年前、二人の若い女性が腹部を裂かれ、内臓が飛び出した状態で見つかっていた。近隣では連続殺人事件として村民を恐怖に陥れた。しかし、次に襲った女性に睾丸を引っ張られるという反撃を受け、その時に顔を見られた男、馬場勝太郎はあっけなく逮捕される。人間の生きた肝が肺炎や結核などの難病の特効薬で高値で売買されていることを知り、犯行に及んだというのだった。眼球を財布に入れていた。首なし娘事件。1932年2月8日、愛知県名古屋市中村区の鳩小屋で、若い女性のフラン死体が発見された。頭が切断され持ち去られていた上、胴体から乳房と下腹部がえぐり取られていた。捜査の結果、遺体の身元が19歳の女性と判明。警察は彼女と恋愛関係にあった和菓子職人の男性を指名手配した。2月11日、河原で被害者の頭部が
遺留品とともに発見された。頭部からは頭髪とともに頭皮が剥ぎ取られた上に眼球がえぐられ、下顎が刃物で著しく損壊されていた。3月5日、頭部の発見場所近くの物置で異様な姿の首吊り遺体の犯人を発見した。死後1ヶ月経過した遺体は腐敗が進んで猛烈な周期を発している。頭には長い頭髪がついたままの被害者女性の頭皮をカツラのようにかぶり、被害者の毛糸の下着を着ていた。上着のポケットには被害者の財布が入っており、中には眼球が収められていた。さらに小屋の片隅にあった冷蔵庫にはチブサと下腹部が安置でもするように隠されていた。包丁とノコギリで遺体をバラバラにした。高等マンション神隠し殺人事件。2008年4月18日、東京都江東区のマンションで23歳の女性が神隠しのように消えた。防犯カメラには帰宅する女性の姿は映っていたが、マンションから出るところは記録されていなかった。このことから女性はマンションのどこかにいるはずだった。星島貴則は、獲得目的で被害者女性の帰宅を待ち伏せし、頭部を殴打し拉致、自宅へ連れ帰った。事件の発覚を恐れ、被害者女性の首に包丁を刺し殺害。遺体を包丁2本とノコギリでバラバラに切断し、体すべての肉を包丁を使って剥ぎ取り、まな板で切り刻んで、水洗トイレから下水管に流した。拉致するときについた玄関先の指紋が決め手となり、星島は逮捕される。星島の部屋は失踪した女性の部屋と同じフロア、2軒隣だった。星島のミクシーのプロフィール欄には、ひらがなで、だるま、カタカナで、だるま、漢字で、だるま、四肢切断と記載されており、アポテムノフィリアに異常な執着を見せていた。ミクシーにも四肢切断した女性のアニメ風イラストをアップロードしたり、コミックマーケットでも女性を四肢欠損させた同人本を複数制作していた。人間を生きたままチェーンソーで切断した。横浜港バラバラ殺人事件。池田博之31歳は上司に仕事でトラブルになった男たちを殺してほしいと依頼を受ける。池田はメンバーを集め、2009年6月18日から19日にかけ、二人の男を千葉県内のホテルに監禁した。一人の男の首をナイフで刺して殺害。そしてもう一人の男をとんでもない方法で殺すことを思いつく。生きたまま、チェーンソーで切断するというものであった。被害者は家族に電話させてほしい。殺さないでください。せめて殺してから切ってください。と懇願したが、動いちゃダメだろ。切れないじゃないか。と、生きたままチェーンソーで切断、殺害し、共犯者に人形みたいでしょ？と語ったという。遺体はスーツケースに入れて車で運び、翌日、横浜の海や富士山の山林に遺棄した。午後2時20分頃、横浜市金沢区の岸壁で、遺体のようなものが流れていると、釣り人の男性から通報がある。池田は別件の覚醒剤密輸事件で逮捕された。この時、夢に殺した二人が出てくる、と言って犯行を認める上申書を提出。こうして事件の全容は解明されたという。